はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今回はクジラです。さえずり、カノコ、ホンガーと今までいくつかの部位をご紹介してきましたが、皆さん意外と食べたことがあるのに驚きました。今回はスーパーにたまたま売っていたクジラの背肉を食べてみます。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意したクジラの背肉です。刺身用として売られていたので気になってついつい買っちゃいました。見た目は色の濃さや質感で言うと鹿とかカンガルー、もしくはダチョウの肉に似ています。赤黒い色で一般的な新鮮なお肉の見た目ではないです。クジラは哺乳類なので見た目は哺乳類に近いです。牛はクジラ偶天目に属し、クジラと牛は遠い親戚です。どちらかというとクジラはカバに近い種だそうです。ちなみにクジラとイルカの違いって皆さんご存知ですか？実は違いはないそうです。基準はかなり曖昧で、だいたい体長が4メートル以下がイルカで、それ以上がクジラに分類されます。ってことはイルカはクジラということです。これはクジラの背肉で刺身用なので、このままでもいけちゃいます。今回はこのクジラの背肉を刺身といつものように炭火で焼肉にして食べてみます。包丁で2ミリから3ミリくらいに薄くカットしていきます。お皿に盛り付け、生姜とネギを添えれば刺身は完成です。次に焼肉の下準備をします。ちょっと厚めの1センチくらいにカットします。ボウルに島田のタレ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れて混ぜ合わせます。通常の焼肉用の味付けで食べてみます。お皿に盛り付けてネギとごまを散らせば完成です。できました。早速食べてみましょう。いただきます。今日はサンガリアから出ている泡立ち飲料の子供の飲み物を飲んでみます。これは富士リンゴエキスを使用した炭酸飲料で、もちろんアルコールは入っていません。注いでみましょう。完全に見た目はビールです。泡立ちも完璧で、ジョッキに注ぐとビールよりビールです。リンゴジュースです。炭酸も入っていて喉越しもいいです。飲み会とかでノンアルコールビールもいいですが、場の雰囲気を崩さずに飲むならこれでも良さそうです。これはもう大人の飲み物なのかもしれません。そのうち酔っ払ってきそうです。それではクジラの背肉を食べていきましょう。まずは刺しからです。贅沢に2枚食いです。馬刺しをイメージしていましたが、マグロですね。マグロに近い赤身で、とてもさっぱりとしています。脂はほとんどありません。今までクジラの下のさえずりや顎の部分のカノコ、ホンガーを食べましたが、この背肉が一番食べやすいです。味的にはカノコが好きでしたが、食べやすさ的にはこの背肉がいいですね。クジラって言われなければわからないです。それでは炭火で焼いていきましょう。焼いてみるとクジラっぽさというか独特の香りが増して、刺しとどちらが好みかといえば刺しの方が好みです。不思議ですね。焼いた方が磯っぽさというか匂いが強いです。油も少ないからか、焼くと硬くなりパサッとした食感になります。もし生で食べるのが嫌でなければ生食をおすすめします。もし皆さんもクジラ見つけたらぜひ食べてみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。クジラの背肉いかがでしたか？イルカも食べてみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。